どうですかね、気持ちが続くか、まあ、人にもよりますね、その人の性格とか考え方にもよるかもしれないんですけども、はい、おそらく中国は、この平均台のトップバッターでしたイ・シュウエンが全ての種目を行うようですね。なるほど、いきますね、多分バナナ入りですね、出たバナナ入り、この今の入りはどうですか。とても綺麗です、うん、これやっぱ減点されにくい技なので、すごくこの東京オリンピックで流行った技になります。確かに、だからこういうのって逆にパリで何度落とされたりするんですよね。そうなんですよ、バレちゃったみたいなね、選手からしたら、はい、後方の伸身宙返りが出ました。今のも難しい技ですよね。そうですね、後方伸身これ取れない選手多いんですけども、中国の選手みんな綺麗にやってくるので、最後の着地で腰が取ると難易度が下がってしまいます。曲がってしまうとということですね、体が、はい、いや平均台で伸身宙返りってもう信じられない。とても落ち着いてますね、この選手、15歳ですね、はい、足が綺麗です。勢いに乗るとやっぱ若い選手強いですよね、はい、これも3連続取れましたかね、すごくいい流れ持ってきましたね。お、さっきのブリッジなんてあんまり見たことないな。これ難易度はないんですけども、やっぱり見栄えがいいんで、イナバウアパターンですね。はい、そんな感じですねフィギュアスケートでいう。さあ順調に来ました、あとは折り技。かなり順調ですね。2回ひねりでした。お、素晴らしいです、まとめてきたね、折りは2回ひねりですと C 難度、ただそこまでの演技も含めてほぼミスのない演技でした。 E スコアがだいぶ評価されるんではないかなと思います。やはり中国の選手本当に着地がスッと吸い付く猫のように、あー、なんかイメージありますね、はい、猫、うん、みんな上手です。やっぱり手の位置とかもみんな一緒なので、やっぱりそれだけ指導されているんだなって思います。体に染み付けられている。これが伸身宙返りです。うわ綺麗だな、はい、高さも十分です。最後少しだけふらつきましたけど、あれですと 0.1 ぐらいですか。そうですね、あの足が腰より上に上がってしまうと 0.5 減点されます。あ、たまにそうふらつく時にね、はい、ありますよね。今のだと 0.1 から3ですね。うん、中国はどうなんですかね。中国もやっぱり日本と同じようにこの各地に体操クラブがあって、それぞれ普段練習してるのか、それとももう国を挙げてこう統一して一箇所で練習してるのか。そうですね、一応一箇所で練習する施設もあるですね、よく SNS で見るんですけども、でもあの日本でいう全日本団体みたいなのが、全中国大会みたいなのがあって、そこは